はい、皆さんこんにちは。今日は先日発売になりましたプラグインアライアンスブレインワークスの BXXLV3 というリミッターがアップデートされました。今までは V2 というものだったんですけれども、めちゃめちゃ大きく変わったというところはないんですけれども、とっても使い勝手が良くなって便利になったと思います。このリミッターは通常のリミッターではなくって MS モードでリミッターをかけていくソフトです。とっても優秀なんですけれども、日本の中であまりこのリミッターを解説している人は少ないです。なぜかと思うぐらい少ないですけれども、他とは全く違う音作りがとってもしやすいリミッターだと思っています。今画面にデカデカと表示しているのが XLV3 です。リミッターの大事なところというのは、マスターに入ってくるときにマイナス10デシベル前後のバランスのいいミックスで入ってこないとですね、このリミッターのフルセットなんかもありますが、大きく触らないといけなくなってしまいます。ですからリミッターをかける以前にミックスというのはとっても重要になります。今回サンプルで使う音源は SNO AI で作った音源でして、2つトラックがありますが、上の方はボーカル、下の方は伴奏というふうに2つに分けたもの、それで今回はやりたいと思いますが、僕の解説ではもう定番になりましたように、どんな時もゲインステージングはきっちりやってください。これが僕の解説動画では一番キーになるところです。ですから画面の下の方に2つの VU メーターがあります。もう今だいたいセットはしてるんですけれども、 VU メーターというのは赤くなってる0、そのあたりをまたぐぐらい、このようにしてセッティングします。よく0を超えてはいけないとかですね、そういうような解説をしている人がいますが、それは間違いです。 VU メーターの基準というのは、この言い方がいいかどうかは別として、曖昧なものです。ですから1デシベル上がったらいいとか悪いとか、そういうようなものではなくって、目安、こんな風に思ってくれていいです。なぜなら VU メーターというのはマイナス18という値にこのスケールというのがなっています。これはヘッドルームと言われる余裕の部分です。ですから0あたりのところを振っているという時の音量というのは、ちょっと計算方法が細かく言えばややこしいんですけれども、マイナス4デシベルとかの、まあ、誤差はあるんですけれども、それはちょっと横に置いておいて、初心者の方にも分かりやすく説明をするとするならば、ピークよりマイナス18デシベルの余裕があるので、もしここの0を超える、もしくはそのあたりを動いている時には18デシベルの余裕がある、その余裕のことをヘッドルームとかいうふうに言います。ですからこれから音を流しますが、ちょうど赤いところと黒いところを行ったり来たりするぐらいの音量で音が鳴ります。じゃあちょっと見ててください。はい、こんな感じです。ちょうど赤いところと黒いところをまたいでいましたよね。このメーターは楽器とかボーカルとか、そういったものによってこの反応というのが違います。楽器によってはピヨ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 動いて、メーターが定まりにくいようなものがあります。それはアタックのカキーンとしたようなピアノとかです。そして分かりやすいのはベースとかストリングスのように、ふーんとこう長くなるようなアタックが柔らかいようなものはあまりぷよ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 動かないので、メーターが見やすいです。そんなことでだいたい0のところを振ってたということと、スタジオワン純正のプラグインには真ん中にですね、普通のピークメーターもあります。
真ん中に黒いのが2本ありますよね。これステレオになってるんですけれども、ここをよく見ていただいたら、だいたいマイナス10デシベル前後のところを動くと思います。ちょっと見てください。真ん中のバーを見ててください。マイナス12を超えて、だいたいマイナス10デシベルぐらいのところをどちらも振っていると思います。このようにゲインステージングをちゃんと振ってですね、そしてまずは合わせてからボーカルがもう少し出た方がいいのか、それは自分の感性でやってください。もうちょっとボーカルをつきます。もちろんこれには正解がありません。バランスがいいとか上手だとかそういうのはあるんですけれども、ある意味は好みでいいですので、まずは VU メーターで0あたりを振るようにレベルを一定にしてからフェイダーで音を変えてください。僕今ちょっとボーカルを上げましたが、上げるというよりもこれもう一回ちょっと元に戻しまして、ボーカルを出したかったらオケを引っ込める、それの方が安全です。ありがとう、ありがとう、響くこの歌声、できること信じて、 We can do it 一緒に。はい、このようにしていわゆるミキシングというのができます。こんな2ミックスじゃなくって、通常はですね、全部楽器がバラバラにあって10トラック20トラックあるというのが普通の制作パターンだと思うんですけれども、今日は何せスノ AI で作った音源をこのようにしました。そしてここまでが下準備と思ってください。そうしまして、今度は今日メインのリミッターです。もちろんこれまでにイコライザーとかそういうようなものを入れてもらってもいいんですけれども、今日はもうそのバランスは合ってるものとしてリミッターを見てもらいます。リミッターの使い方ですけれども、特に初心者の方、そういう方はプリセットから始めるのがいいと思います。今マスターのストリーミングというふうになっています。これを選んだらどうなってるかというと、この右のところを見てください。マイナス14とかなってますね。ストリーミングと言ったら、まあ、YouTube とか、そういうものを想定してください。それは、約マイナス 14LUFS、それぐらいがいいので、ここでのメーターの設定、こっから赤くなってますよね。ちょっと見えにくいんですけど、12のちょっと下も赤くなっています。ここより超えると、マイナス 14LUFS より、音が大きいですよということになります。例えばプリセットをラウド、いわゆる音圧が強い、そんな感じというのにしましたら、いろんなところが今パッと変わったんですけれども、一番肝心のここはマイナス8ぐらいになりました。いわゆるロックとかの CD を作るときは、このマイナス8もしくはマイナス10LUFS、それぐらいに収めるのがいいということで、このような目安ができてくれたわけです。これからプリセットを2つ3つ切り替えます。迫力の差を見てください。まずはバイパスからいきます。切れます。はい、今ラウドでやっています。次はストリーミング。ダイナミック。クラシックロック。
これでマイナス -12LUFS ぐらいになっています。今右のメーターを見てください。ちょうどマイナス12ぐらい降ってますね。もう一度ではストリーミングに戻します。はい、ちょっと大きいということです。もう12のところまで行ってたりしますよね。ですから14を超えてちょっと音圧が高いです。ですから調整をしていったりすることになるというわけです。もうこれでバッチリマイナス14、マイナス13ぐらいだったらもう大丈夫です。ただし、それは一般的な YouTube の話で、マイナス 12LUFS ぐらい出ていても、基本的には YouTube が変な修正をすることはほぼないです。でも、そのマイナス12を超えていって、マイナス11、マイナス10になると、YouTube はアップロードした時に勝手に音圧を下げたりする場合がありますので、なるべくマイナス14からマイナス12の間ぐらいに収めれるようにしましょう。ちょっと話が多くなりましたが、まずはプリセットをストリーミングに合わせます。そして細かいところをお話ししていきます。ここに大きく3つのメーターがありますよね。これが MS モードのミッドのローです。そしてこれが MS モードのミッドのハイの方です。ですからミッドは2つに分かれているということになります。3つバラバラにオンオフができるということです。そしてミッドローとミッドハイ、これのクロスオーバーといって境目は今 250Hz というところになっています。これを動かすとその左のメーターが動きます。はい、このように動きます。どの辺のところで合わすかというのをバランスを取れますが、これも最初の250ぐらいにしておけばいいと思います。それでここから一つ一つのフェイダーメーター、これを説明していきます。一番上にある XL というのはどちらかといえばサーチュレーション、いわゆるあったかみとか部分的強調をするためのつまみになっています。そしてこのボタンがオン、オフです。入れないときはオフにしておけばいいんですが、今最初はオンになってましたね。これを下げたり上げたりするとサーチュレーションがかかります。じゃあやってみましょう。これ上げていきます。ちょっと明快になりました。もう微妙でわからないと思います。次がここですね。アタックとリリースというのがあります。リミッターというのはコンプレッサー、これと仲間です。ですからここにスレッショルドというのがあります。このスレッショルドを超えたらエフェクトがかかるようになっています。ですから、このスレッショルドをどんどん下げていくと効果が出てきます。よく低音に耳を傾けて聞いていてください。はい、上にメーター出ましたね。そしてこちらです。こちらは入力をブーストします。ですからこれを上げると音が大きくなります。もちろん低音だけです。ここにフェイダーリンクというのがあります。これをチェックすると
フェイダーが連動します。このように相対的に連動して動くようになります。これが3つのセクションがあるということです。一番その帯域を強調したいときは、このブースト、これを変えるといいということになります。次は高音を上げていきましょう。できること信じて、We can do it 一緒に。はい、今度は低音上げます。はい、このように3つを MS モードで調整できるというのがあまり他にはないリミッターです。ここにモノメーカーというのがあります。これはブレインワークの真骨頂とでも言ったらいいんでしょうか。ブレインワークスのプラグインにはこのモノメーカーというのがついています。今150となってますけれども、 150Hz 以下はモノラルにしてしまうということです。このようにオフにすると低音もステレオに分かれます。でもサウンドというのは低音はあまり広がらない、高音を広げる、それの方がバランスよく聞こえるというふうになっていますので、この低音をモノにするというのはだいたい100から150Hz、 そこぐらいで調整するのがいいでしょう。できること信じて、 We can do it 一緒に。そしてあと説明していなかったところは、これサイドチェーンができるようになっています。押したらサイドチェーンができるんですが、サイドチェーンの相手先というのはここで設定することができます。ここにはこのようにどの帯域ですかというふうに選んでですね、そしてミドルのローというふうにしましたので、これを左に持っていくとミドルのローとサイドチェーンをするようになります。いっぱいにするとミドルのローだけです。そしてこちらにしていくとサイドとリミッターがサイドチェーンで動くようになります。ですけどこれもですね、もう基本的にはコントロールをしながらクリックしてゼロ、この状態でいいと思います。そして基本的にはこのサイドチェーンを特に初心者の人は使う必要はあまりないと思います。それよりもマスターに入るときにここを見ててください。今マスターにはこのマイナス10dBとマイナス10dB、 2つのトラックからここに集まったときはマイナス5か6ぐらい、これぐらいになっています。よく見ててください。ですからこのリミッターのスレッショルドというのもその辺ぐらいを狙うのがいいです。でもサイド成分というのはあまり音が大きくありません。ですからこれにリミッターをかけていくのにはこのようにちょっとスレッショルドを下げ目にしておくとリミッターのかかりがいいです。リミッターのかかりというのは言葉ではリミッティング、いわゆるこれ以上は超えないように、そういう働きがリミッターの一番なんですけれども、リミッターを上手に使うことによって音にあったかみが出たりサーチュレーション効果が出たりします。ですからこれを例えば5、6とかぐらいにしておくとちょっとだけリミッターがかかるというふうになるわけです。今5、6ぐらいで入ってきてるからです。じゃあ聞いてもらいましょう。お疲れ様、努力の証、おかげさまで明日も頑張れる、ありがとう、ありがとう、響くこの歌声。はい、どれぐらい
ゲインディダクションが起こってるか、いわゆる圧縮ですね。それはメーターのこの辺を見てもらいます。これをもし上の方に上げてしまったら、このメーターが振りません。よく見ててください。We can do it 一緒に。はい、上げていきます。We can do it 一緒に。才能輝くよ。幸せのメロディー。出会い君がいるから笑顔が広がる瞬間を。お疲れ様。努力の証。お金。このゲインブーストも下げました。そうするとですね、圧縮というのがかかりにくい状態、このようになりますので、リダクションをしなくなります。よく見ててください。もう1とか2ぐらいになります。あ、そこまでも動かないぐらいですね。 0. 点いくらぐらいですね。で、これをですねブーストしていきます。できること信じて。 We can do it 一緒に。で、これを上げてもそんなにいきませんが、これを下げます。スレッショルドを下げます。これでバイパスします。ちょっと迫力が落ちます。はい、ちょっと音圧が落ちましたね。もう一回入れます。はい、そうしまして、ここにグローバルというようなボタンがあります。このグローバルというのを動かすと、左の3つが同時に動くようになります。私、おかげさまで明日も頑張れる。ありがとう、ありがとう。はい、今、音圧がちょっと高めです。できること信じて。マイナス12 LUFS ぐらいになっています。そうしましたら、ここでちょっと音圧を落としましょう。ゲインブースト、これを下げると一番落ちます。はい、今マイナス13ぐらいになっていますよね。そして、このスレッショルド、これを下げると、また音圧が上がります。はい、12ぐらいまで上がりました。今度はこれを右に回します。このゲインブーストとスレッショルドの関係、そしてこの XL というサーチュレーション、この3つのバランスによって音圧が決まってきます。そしてその下にトゥルーピークリミッターというのがあります。このセルリングというのが今マイナス 1.9 ぐらいになっていますが、マイナス1前後ぐらいが一番ちょうどいいと僕は思っています。ですからそのぐらいにしてみましょう。はい、これでもう一度 LUFS を見てみましょう。ありがとう、ありがとう、響くこの歌声。はい、12に届いてないぐらいですね。信じて。はい、ゲインちょっと下げます。We can do it 一緒に。じゃあ
はい。そしてここもあんまり耳に聞こえるほどではないんですが、リミッターのサーチュレーションがモダンもしくはクラシックというのを選択できるようになります。多分でも聞いてわかるほどじゃないはずです。やってみます。そんなに変わりませんので、現代的な音楽でしたらモダンでいいし、ローファイな音楽とかクラシック音楽とかそういうようなものであればこれを左にするというのでもいいと思います。そして画面の下の方にソロのボタンがあります。このソロオートというのをしておくと、つまみを触ったそこだけの音が聞こえるようになります。ちょっとやってみましょう。例えばサイドをどんどん上げていくと、サイドの部分だけが強調して聞こえるようになります。こうやって聞きながら、これぐらいキラッとさせたいとかですね、今度は低音でやってみましょう。そのボタンはとってもわかりやすいですね。そのソロボタンはレフトライトとかミッドサイドとか分けてでもできるようになっています。まあここはオートの部分だけを覚えておけばいいと思います。そしてその右側にサミングアンプがありますので、ここが実際マスターです。このマスターで音の大きさが決まっていきます。はい、これ上がりすぎましたね。はい、このマスターアウトで最終の出を決めてもらったらいいと思います。他説明していないボタンもあるんですけれども、そこは触らない方がいい、そんな風に覚えておいてくれてもいいんではないかな、そんな風に思います。もう一度最後バイパスとかかった状態を聞き比べてください。はい、バイパスします。入れます。もう一度調整しましたので入れたり切ったりします。バイパス入れます。最後に CD を作る時ならどれぐらいになるか。はい、こんな感じで今日は新しく発売されました
BXXLV3 MS モードで使えるリミッター、これを解説させていただきました。今回は前のバージョンを持っている人は $19.99、3000円ちょっとぐらいで購入ができますので、前のバージョンを持っている方はぜひともアップデートされる方がいいんではないかな、そんな風に思っています。また新たに買う人も少し割引料金が出ていますので、プラグインアライアンスのページに行ってご確認をいただいたらと思います。では長い時間聞いていただいてありがとうございました。またねー。